日本スゴ研究所のコーナーです。今回ご紹介するのは情報科学芸術大学院大学通称ニアマスの小林茂先生です。小林先生はですね、ゲイナーやアルキュー E のフィオといったズールキットの開発者として知られています。その根本にはですね、フィジカルコンピューティングという考え方がありまして、今回はその実践と教育方法についてお話を聞きました。それでは VTR どうぞ。こんにちは、情報科学芸術大学院大学、イヤマスの、小林です。今日は多分耳慣れない言葉かもしれないですけど、そのフィジカルコンピューティングってことについて、ちょっとお話ししてみようと思います。皆さんが、使っている、パーソナルコンピューターっていうのは、もうこれ40年くらい前に、できてたものなんですけど、それから多分40年間くらい全く、変わってなかったのが、つい最近になってそのタッチパネルを使って操作する、スマートフォンだったりとか、関係というのが変わってきたんですけど、それにしても結構長い間ずっと変わってこなかったっていうところがあります。で、そういったのを、考えていくときに、やっぱりそろそろ新しい、考え方に、シフトしていったり、新しい体験ができるようなものが必要なんじゃないかということを、話した。で、昔はそのなんか物を作るっていうと、作る部分はこう形の話だったので、例えば、最近のスマートフォンみたいなものを考えてみたアップルの iPhone ですけど、これって別にこれとこれが持ってる機能って全然関係ないと思うんですよ。だ別にどんな形をしててもよくて、その機能によって形が決まるみたいなことがないっていうふうに、なってくると、じゃあそういうものをどうやって、デザインすればいいのかっていうところで、その形のところからその、経験というところに、デザインの主流のところに移っている中で、どうしていくかっていうことを考えていく必要が、出てきました。で、そういう時に、その出会った考え方の一つが、フィジカルコンピューティングっていう考え方です。だからデザインする時に使うコンピューターっていうと、イラストレーターとかフォトショップとかそういうものを動かすための、便利なブラックボックスっていう感じだと思うんですけど、でそうではなくて、例えば電子回路を作ったり、自分でプログラムを書いたりして、ちっちゃなこうマイコンを動かすようなところからスタートして、で時には失敗してちょっとした火傷したりとか部品を壊したりしながら、その身体感覚として、身につけていくっていうための、その教育プログラムとして考えられたのが、フィジカルコンピューティングっていうものなんです。で自分たちでも、じゃあこれを取り入れてやってみようと思ったんですけど、2005年くらいの時には、まだまだなんか使いやすいツールがなかったんですね。でそれで、当時イヤマスにいた、教員や学生のっていた仲間たちと一緒に、作ったのが、ゲイナーっていうツールキットで、これはそのハードウェアの部分と、それを、コンピューターの中で動かす、ソフトウェアのライブラリーから付せされていて、でそれを使うことで今まで電子回路とかをやったことなかった人でも、こう自分の手を動かしながら、そういったスキルを、習得したり、それを使って、新しいインターフェースだったり、新しい作品と言われるものを、作ったりすることができるというものを作りました。でそれがいろんなところで使われて、新しいものがどんどん生まれてくるってことを実際に、体験することができました。ツールがあるだけではやっぱダメなので、それを使って、実際にものを作っていくっていうところをどうやるかっていうところなんですけど、で今学校の中ではプロジェクトって言われている、授業があって、その中の一つで、電子玩具をデザインするっていう、プロジェクトがありました。で、そこの中で、作られたものの一つが、アクション指人形っていうんですけど、ただ単にこう歩くだけじゃなくて、その時にこう音がしたら、面白いよねっていうような、アイデアから、作られたものなんです。でジャンプしたら、これ今ジャンプしたよねって言って、そのジャンプの音がしたいっていうようなことが、遊べる、電子機器です。最初はどういうのがあるのかとか、どういう遊び方をしているのかっていうところをリサーチするところから、スタートして、で次に、アイデアスケッチ、僕たちのところではそのスケッチを描くため の, その方法っていうのを結構明確に決めていて、例えば4本こういうペンを使いましょうとか、こういう順番で書きましょうとかっていうことを決めてます。そういうふうにやり方を決めてしまうと、一見なんかこう考え方が制約されるように思えるかもしれないですけど、ある程度適度な制約を加えることで、逆にこうアイデアが自由に出てきやすくなります。あとこういろんな人が書いたものが、同じように共有できたり、それをもとにさらに、発展させたりっていうことが、できるように、さらにそれが実際どのくらいの大きさなんだろうとか、実際この世の中に出てきた時どうなるんだろうっていうのを、見るために、その粘土とかを使って、素早くそれを、形にしてみるっていうことをやってみたり、であとはそういうふうに作った、モデルに、
実際別にセンサーとか入ってないんですけど、こんな形でテーブルの上を動いたりするような絵を撮って、でそれに、後から、音をつけてあげるので、これが実際実現したら、どうなるんだろうみたいなことを、それで試すことで、それが実現した時に本当に面白いのかどうかとか、もっと他に可能性はないんだろうかみたいなことが出てくるので、それを、こういうビデオで、後から音をつけていくという方法を使ってスケッチします。でその後、僕たちのこれハードウェアスケッチっていうふうに呼んでるんですけど、だから、センサーとか、なんかアクチュエーターとかって言われるものを、つないで、実際それを動かしていきます。実際に、体験できるようにするためにどうすればいいって方法として、いろんな方法があるんですね。でどれが一番うまくいくんだろうとか、その実現性はどうなんだろうとか、頭の中で想像した時に見えなかった問題点がどのくらいあるんだろうっていうことを、見ていきます。でそれを、繰り返していくんですけど、でそうすると、まあ、1個にかける時間が少ないので、まあ、例えば3時間くらいかけてダメだったら、そのいやこれダメだから次試そうみたいなことができるんです。だけどそこに例えば1ヶ月も2ヶ月も時間をかけちゃったら、もうその自分のやってたことっていうのを捨てられなくなっちゃうので、そういうことがないようにするために、まあ、短時間でどんどん繰り返して、まあ、本当にスケッチするようにやっぱハードウェアを作るということをやります。でそれができたら今度は時間をかけて、実際に体験できるようなものを、きっちり作っていくという。でこういったなんか一連の、まあ、考え方とそのプロセスっていうのを、まあ、自分たちなりにこうアレンジして、繰り返していくことで、今の、そのコンピューターとか、あるいはスマートフォンとかタブレットとかっていうのの先にある、まあ、経験とかどういうものなのかっていうことを、まあ、探求するっていうことをやっているのが、僕たちのところでフィジカルコンピューティングっていうふうに呼んでいるものです。で今見ていただいたようなものっていうのは、まだ誰でもできるっていうわけではないんですけど、どんどんやりやすくなってきて、まあ、いろんなツールが出てきたり、いろんな本とかウェブでの情報なんかが出てきているので、またまたこれからきっと楽しいことがどんどん起きてくると思うので、楽しみにしていてください。既存のパーソナルコンピューターの在り方を超えてですね、より身体的なコンピューターの在り方を考察しているんですね。さらにその考え方をですね、実践に移しやすくするためのツールを作りまして、そしてまたツールを使った創造性の伸ばし方を提案していくというものなんですね。小林先生のこうした試みによって、作る人はより効率よくクリエイティブになれる方法を得ることができるようになったんですよ。でまたですね、思いついた発明品をですね、簡単にとりあえず動くものにすることができるようになったことで、触りながらより深く考えていくというプロセスにたどることができるようになりました。すごいでしょ。こうした変化はですね、作る人の表現の幅を広げるだけではなくてですね、作る人のその自体を広げることにも貢献してるんですよ。でこれまでは機械製品を作る人と買う人ははっきり分かれていましたよね。でもこれから誰もが発明家になって、思いついたものは自分で作って喜びを手にしていけるのではないかなというふうに期待しています。頑張ってください。